今もってなお、市販の 3D ツールで、ジャパニメーション、と言えるようなセルルック、そんな絵は、ない。は？感覚論の問題、大概は表現に、過剰、が出て実用性を、喪失してる。またセルアニメの手書き市場を食いつぶそうとする方向性が評価を下げもする。アメリカの方は完璧に、これからのアニメは 3D、ともかくセルアニメは、ほとんど捨てた感じだが。いろいろな問題を、今の MMD の性能や個性は突破は、している。3D の本場、アメリカにもできなかったことをしている、わけだ。それは割と衝突の火種にはなる。正義への挑戦だ。ともかく MMD の 3D は、ハイレベルになるとき、手書きアニメ市場を侵食せずに 3D でアニメを作る。既存の 3D 市場へ殴り込みをかけているようなものだ。要するに侵略戦争の開始である。これは正義か否か。